おはようございます。長老クローです。真空管ラジオ買いました。もちろんジャンク。状態不明で電源の入らない真空管ラジオをハードオフの PC ジャンクコーナーで保護。お値段1000円。箱入りの状態で値札はシールだけ。いつもの緑色のラベルがついていなかったので状態が全くわからなかったけど、箱に印刷されている社名が音響の旧社名大阪音響だったのでちょっとチェック。中身はレトロ感たっぷりの時計付きラジオ。外観がめちゃめちゃ綺麗ので復刻版の製品かと思ったけど、ケースの隙間から中を覗き込んだら真空管が見えた。検索しても情報がなかったので普通のラジオの価格設定だったのかも。これはラッキージャンクで動作品かもしれないと思って店頭のテストコーナーで電源をつないだけど全く反応しなかった。動画は改めて電源を接続した時の様子。やっぱりうんともすんとも言わない。時計の秒針は動かないしランプもつかないのでフューズが切れているのか重症化の見たくな気がする。ブブブン、長老クロウ。分解します。ケースを開けて中身を確認します。蓋は昭和家電の定番、密度の粗い MDF みたいな名称のわからない素材。本体は樹脂製、ロックのネジを緩めて蓋をずらしたら外れる構造。最近の製品みたいにロックの爪とか両面テープの接着がなくて楽ちん。中に並んでいる電球みたいなガラスの筒が真空管。トランジスタの個数の単位は積だけど真空管の個数は9っていうらしい。フロントパネル側にあるメイン基板に5級と下の方にある基板に1級あるので多分6級ラジオっていう呼び方。驚いたのは中身のコンディションの良さ。このラジオの販売時期はわからないけど、音響が大阪音響を名乗っていたのは1947年から71年の間なので50年以上前の製品。そんなに古いとはとても思えない。見た目は完璧なのに動作しないのは残念。ブブブン、長老クロウ。電源を確認します。電源が入らないのでとりあえず電源周辺の回路を確認します。 AC のコードをたどるとヒューズと時計につながっている。ヒューズを外してみたらそこそこの勢いで切れた感じ。容量が1アンペアのヒューズがついていたけど、これが切れるということは100ワット以上の電力。ラジオなのに100ワットはでかい。真空管はそんなに消費電力が大きいのか、それともどこかでショートしているのか、真空管初心者の長老にはさっぱりわからん。とりあえず安全を見て 0.5 アンペアをつけてコンセントを挿したけど時計が動かない。どうでしょう。ヒューズを確認したら勢いよく切れた感じだったので、もう一度ヒューズを交換してコンセントを挿したら勢いよく切れている。これはあかん。ブブブン、長老クロウ。修理します。
フューズが切れる原因を探して修理します。フューズホルダーに入った電源はラジオの基板と時計のモーターにつながっている。もう一方の電源線は時計のモーターとその上にあるスイッチにつながっていて、スイッチの出口からラジオの基板につながっている。時計はラジオの電源をオンオフするタイマーとスイッチを兼ねている仕組みらしい。時計を設定してラジオをオフの状態で電源を入れたら、問題が時計とラジオのどちらにあるのかがわかる。時計が問題だったら時計を諦めてラジオだけを動作させようと思ったけど、フューズは切れないし時計の秒針は動いている。淡い機体でスリープタイマーを操作してラジオの電源を入れた瞬間、秒針が止まった。ラジオがあかんらしい。ブブブン、チョロクロウ。ラジオを修理します。ラジオの基板を確認します。取り出すためにボリュームやチューナーのつまみを引っこ抜いて、アンテナのコネクタや基板を固定するネジを緩める。昭和の家電は町の電気屋さんが修理するのが常識だったので、とてもメンテナンス性がいい。蓋やケースに回路図を書いてあることが多いのに、どこにもなかったのはちょっと残念。これはめちゃめちゃ懐かしい。チューニングダイヤルを回したら指示針が移動する仕組み。あやとりみたいに張り巡らされた糸が器用に針とチューナーのバリコンを連動して動作させている。昔はシンセチューナーに憧れたけど、今はこのギミックがたまらん。ないものねだり。話がそれたけど本題。電源間の抵抗を測ったら93オーム、直流電源 100V で計算したら 1.07A 流れることになる。実際はコイルやなんやかんやがあるし、電源が AC なのでちょっと少なめになると思うけど、 1A のフューズだったらギリな感じ。いろいろ触って発見したのが、真空管を引っこ抜くと850オームになること。この真空管が壊れているのかと思ったけど、他の真空管でも同じ。ピンの間の抵抗をいろいろ測ったら抵抗値の低いところが見つかった。これを調べるとすっきりする気がする。真空管は中の部品をヒーターで温めて動作させる仕組みで、真空管の中を覗いたら問題の端子はヒーターにつながっていた。ちなみに真空管が淡いオレンジに光るのはこのヒーターの明かり。ゲーミング PC のイルミネーションみたいな装飾とは違う。基板の回路をたどってみたら、それぞれの真空管のヒーターが直列につながっていた。これだったらフューズの容量を大きくしたら動作しそう。ブブブン、チョロクロウ。動作確認します。右往左往したけどそのまま使えそうなので改めて動作確認します。真空管のことをほとんど知らない長老はここでようやく情報収集を開始。真空管ラジオのフューズは1アンペアぐらいまでが一般的。ペーパーコンデンサーが劣化して絶縁が悪くなった個体は大きな電流が流れるらしい。最悪の場合煙が出たり燃えたりすることがあるので、古い真空管ラジオを試運転するときはあらかじめペーパーコンデンサーを交換したり、いきなり 100V じゃなく徐々に電圧を上げて状態を確認するらしい。こんなときは以前の動画で紹介したジャンクの業務測定器から取り外したユニットがお役立ち。準備したのは電圧と電流が確認できる電力計と、電源周波数と電圧が調整できる AC-AC コンバーター。これで電源電圧をゆっくりと上げて動作状態を確認してみる。フューズは相変わらず 0.5A だけど、ヒーターは温まると抵抗が大きくなって電流が下がるので大丈夫なはず。電流が大きくなりすぎないように加減しながらゆっくりと電圧を上げてみる。ヒーターが温まると 0.3A までに収まる雰囲気。
急に電圧を上げると電流が下がるまでの時間がかかるけど、ここまでは問題なし。大丈夫そうなのでフューズが切れない程度にペースを早めて電圧増し増し。94V まで上げたら電流値が限界ギリギリになったので一休み。しばらく温度が上がるのを待ったけど音が全く出ない。サーモカメラで確認したら全ての真空管の温度が上がっている。電圧を 100V にしても反応しないのでラジオの受信を FM から AM に変更して再挑戦。電圧を上げても大丈夫なのは確認済みなので今回は強気な上昇速度。それでもならないことは変わりなし。と思ったら鳴った。ノイズやけど。ブブブン、チョロクロウ。受信します。組み戻して放送を受信します。 AM 放送が受信できなかったのは当たり前。テストをしている場所は AM の電波がとても弱い場所。このラジオでは無理かもしれない。チューナーの選択を FM に戻したらかすかに声が聞こえるけど受信状態が良くない。そういえば付属品に白い電線がついていた。多分アンテナ。繋いでみたら受信状態が明らかにいい。てかバッチリ。いかにもラジオって感じの音質で聞きやすい。これが真空管の温かい音ってやつなのか。なんだかチューナーの針がやたらかっこいいと思ったら周波数の表示パネルをつけ忘れていたのでメカメカしい。偶然だったけどこれはこれでありよりのあり。ラジオがアンティークなだけで聞こえる音がエモく聞こえるから不思議。まさにプラシーボ効果。実は真空管は高級なものでも音の再現性が悪いらしく、独特の歪みがあるらしい。まったりと放送を聞いてしまったけど、忘れかけてた問題はフューズが切れてたこと。雰囲気的には電源を入れた瞬間の突入電流が気になる。真空管のヒーターが温まるまで多めの電流が流れるのでフューズを大盤振る舞いの2アンペアに変えて測定する。普通の電流計では瞬間の電流が測定できないのでオシロスコープで確認。表示が確認しやすいように波形の頂点が電流値になるように設定してある。普通とは違うけど電気が流れた瞬間は 2.2A あるけど一瞬で電流値が下がる。下側の点線が 0.5A、 そこまで下がる時間が 0.2 秒。もともとついていたヒューズの定格 1A までは 0.06 秒。大きな電流が流れるのは一瞬なのでヒューズがすぐに切れることはないけど、何度も電源を入れているうちに疲労が蓄積して切れたらしい。終わり。